一の蔵って平泉講座は第2回目になります。で前回は、前九年合戦の終焉の地、クリア川の作とそして安倍一族について、勉強いたしました。今回2回目はそのクリア川の作、安倍一族清平様の少年の頃にちょうど前九年合戦が主演したわけなんですけれども、その藤原清平公が、その生い立ち、そしてその成長過程と、それから平和都市平泉を構築するにあたってのその背景について詳しく佐藤弘也先生にご講義いただくことになりました。そして12時半までになりますので、その間15分間ちょっと休憩をいただきまして、で最後の30分ぐらいは皆さんで質疑応答のような形で交流したいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ先生よろしくお願いします。はい、第2回目となりまして、今日もまたお運びいただきありがとうございます。で今日はですね、まずテキストを配布させていただいているんですが、その内容をちょっと確認いたします。でまず今日は講義メモといいますか、簡単にメモで大体流れはこんなことを話しますよということで、前回同様ですね、少し分かりやすいように専門的な用語をあまり使わないようにして、安倍氏さんが滅ぼされて、その後欧州がどのような形になって、そして黄金文化と言われる平泉の繁栄を招いたのかというようなことをですね、流れをつかみながら、そして一つ一つのエピソードをですね、少し面白おかしく言ったら語弊ありますけれども、歴史っていうのはこんなに面白いんだということをお話ししたいと思っています。でまずメモの次にあるのはですね、中尊寺供養観音あると思います。で中尊寺供養観音はですね、少し全部やると長いのでですね、これ朗読用の台本としてですね、私が中心の部分、一番これは削ってはならないというような部分を編集したもの、そして後ほど、ここにその編集されたものを、実は劇団民芸の俳優の岩下博さんという私の大先輩がおりますけれども、その方に朗読していただいたものを後で聞いていただきますけれども、その方は書家でもありまして、こういうふうに自分の台本を必ず書にして、それでここは抑揚をつけるとかつけないとかっていう形でやってるものですから、ぜひ後で岩下博さんのですね、書をご覧になっていただければと思います。それが中尊寺供養観音。それとですね、今回のハイライトはですね、欧州御三年記というものを、実は私の義経伝説の欧州デジタル文庫というものをちょっとこの前ご紹介しましたけれども、そこで読み下しまでは発表してたんですけども、今回この会を主催するですね、小松さんの会の鈴木さんよりですね、ぜひ原田を訳してほしいという要請がありましてね、ちょっと時間がなかったんですけれども、ちょっとじゃあ努力してみますということでやりましたら、なんか熱にうなされたようにですね、3日でできてしまいました。何か後ろからですね、大きな力で押されているような感じがいたしまして、あっという間に欧州御三年記というものを訳してしまいました。ぜひ今日は時間がないので全部をですね、読みながらご紹介することはできませんけれども、後ほどですね、帰られましてからですね、ぜひこれは読んでいただいてですね、どういうことがあったのかなというようなことを、この欧州御三年記の原田役でですね、
お勉強というか、あのお孫さんとかですね、ぜひそういう方々にお伝えできる内容だと思いますので、ぜひお読みください。それからもう一つ、ちょっと経路が変わってますけれども、今大河ドラマで平清盛というものをやっておりますけれども、清盛さんという人はやはり歴史を残すことの素晴らしい人です。それで今再評価が起こっています。なぜ再評価が起こっているかというと、この根底にはですね、平泉という都市があり、でその後にね、これやっぱり武家っていうことを考えますとね、平家さんがどのような町づくりをしたかということがすごく大事で、それは貿易都市、日宋貿易を盛んにやりましてね、富を蓄積し、福原という都を作ろうとして、結局挫折したんですけれども、この福原を検討する時の意図というものはですね、やはり平泉の清平さんのですね、そういう検討製品とも合致するような部分がございまして、ね、ぜひこの平家農協の願文の部分と、このさっきお話ししましたですね、中尊寺供養願文をちょっと比較してみようじゃないかというようなことで、あまり難しくないような形でですね、ちょっと平家農協を原略訳してみました。これも私去年から取り組んでまして、非常に難しい文章で、最初はこれ訳せるのかどうかっていうぐらい考えたんですけども、これも今回の第2回のですね、阿橋梅僧のお話がありましたものですから、ぜひじゃあこれに合わせて、これも皆さんに資料としてお渡しできるようにしようということでやりました。非常に名文です。素晴らしい文章です。で、この比較するということは非常に大事なことなんですね。一つこれが素晴らしい、例えば中尊寺供養願文は確かに素晴らしいんですね。素晴らしいんだけれども、一つだけではその比較のしようがないというか、その価値っていうものは比較をすることによってより分かってくるというようなことがあります。これは私がですね、日本文化研究の時に学んだ中でですね、中村玄さんっていう仏教学者、世界的な仏教学者があります。でその方が言っておられることで、比較の思想っていうことを持っておられます。それでその比較の思想の中で大事なことはですね、つまりいろんな形でそのただ単にそれを、例えば仏教経典というものは中国経由で日本に入ってきたわけです。それで中村玄さんがやられたことは、原文のそのいわゆるインドで経典ができるできた時の、パーリ語というものから訳した、つまり中国経由の訳を通さないで訳したというのが中村はじめさんの経典訳で、これは素晴らしいところなんですけども、これは柳波文庫にありますので、ぜひその読んでいただくと分かりますけども、ものすごく新鮮な感じがします。ただ単に宗教というよりも、人間がこう悩んで、そしてある悟りといいますか、何かを感じ、そしてそれを自分の人生観とした、仏教っていうのはお経になりますと、何かそのすごく偉く難しいものに感じ、あるいは尊いものに感じますけども、僕はその中村はじめさんのですね、新しいその経典訳から感じたのはですね、やっぱりみずみずしいもんだということですね。だから新しくこの現代語訳するっていうことはものすごく大事なことです。それでぜひ今日はそのあたりですね、比較の思想っていうものを通じながら、中尊寺供養願文と平家農協、そして清平さんと清盛さん、なんか似てますよね、清ってつくだけじゃなくて、
何か共通点があるんじゃないかなという気もしておるので、そのあたりもちょっとお話しさせていただきたいと思います。それとあと余談になりますが、今日何かですね、主催の鈴木さんの、一応計らいでですね、午後に、原家記念館の方に行きましてね、実はこの秋穂梅荘の家の碁を書いた、ものがあるそうです。これは伊藤博文さんが書いた書で、それがなぜか原家さんのところにあるんだそうですが、それを拝見しに行きたいと思っております。もし時間があれば原家記念館に2時か2時半ごろですか、行く予定でおりますんで、ご一緒にと思いますが、何かご子孫がですね、支えきれなくて原家記念館さんの方に訪問したということだそうですが、願わくばですね、ぜひこの母屋のどこかに戻ってきてかかることを、近い未来にですね、記念しながらちょっと拝んでいきたいと思っております。じゃあちょっと内容にいきたいと思います。まずその今日の講義の趣旨ですけれども、中心テーマは中尊寺供養伽藍というものがなぜ作られたか、そしてそのような思想を清平さんがどういうふうにして持ったかということをですね、テキストとして中心としては、そのこの前は六つ脇でしたけれども、まあ御三年合戦を表記した奥州御三年記、それと中尊寺供養伽藍、それとさっき申しました平家の経、これいずれも今日はお土産として現代語訳してまして、鈴木さんが大変苦労してテキスト化したものですから、ぜひ大事にお読みいただいて、お孫さんなどにですね、歴史の一端を伝えていただくと非常に広がりがあるものになると思っております。奥州御三年記ですけども、一般にはですね、これまで14世紀半ばに成立したと言われてて、それほど六つ脇きほどに価値は高くないもんだというふうな評価があったんですね。14世紀ですから随分経ってるということで、少し脚色もあり、それで欠落している部分もあるもんですから、内容としてはそんなに大事なもんじゃないかと、ないんじゃないかと。それからあとはですね、どうしても我々奥州に生まれたものとしましては、義家さんが非常に誇張されてますもんですから、どうもそれが鼻につくと、東北人いじめじゃないかというようなこともあってですね、どうしても東北の研究者の方もあんまりこれを重視してなかったんだけれども、どうも最近そうじゃないというようなことが出てきております。これ御三年合戦絵巻というもので、これ実は別名ですね、八幡太郎絵言葉というのがついてます。ですから要するに八幡太郎のいわゆる神話化っていいますか、伝説化のために作られたものである。それがいいか悪いかは別にしましたね。やっぱり八幡太郎を中心に、義家さんを中心に描かれたもので、我々東北人としてはそこがどうしても鼻につくという部分が多いのかもしれません。それと残虐性がある、残虐性があるっていうことでも含めても、六つ脇よりもこの何て言うんですかね、非常に東北人の心を痛めつけるような部分があるものですから、どうしてもちょっと引いてしまうというようなことがあったと思います。これ国立博物館にありますけれども、随分欠落とそれから剥落があってですね、あんまり綺麗じゃない部分もありますけれども、実はこれ絵言葉じゃなくて絵巻というもので、岩手県立博物館ですか、それと中尊寺にですね、実は江戸時代に書かれたものと思われる絵巻がございます。それはこの
やはり国立博物館に入あるですね、ものを一つその模写してですね、模写って言いますか、ある程度ロケーションも変えたりしているようなものとして作られたようなイメージがあります。中尊寺行かれた時、あるいは県立博物館に行かれた時にはぜひその合戦絵巻の方ですね、これは絵言葉ですけれども模写だと思いますけれども、そういうものがあるということでご覧になっていただければと思います。ちょっと僕考えましてね、僕は義経伝説っていうホームページご覧になっていらっしゃる方もあると思うんですが、義経伝説をその網羅的に研究しておりまして、結論で申しますとね、やっぱり義経さんっていう人は超人ですよね。で、普通の人が考えられないようなことを考える。例えば一の谷でも崖のようなところをですね下っていったり、あるいはその嵐でもう海がですね荒れて荒れてしょうがない、逆にこういう時だからこそいいということで、その風に乗ってですね海を漕ぎ出していくとかですね、いわゆる超人ですよね。普通の人では考えられないようなことをやってのける。それで僕はその義経伝説というものを、来月詳しくそれをお話したいと思いますが、日本人のポテンシャルですね、つまり日本人がどこまでやれるんだという時には源義経を見ろというふうに僕は思ってるんですけど、義経さん の可能性というものはですね、日本人が世界の中で干して、そして最先端まで行けるというようなですね、その日本人の潜在可能性を示すものだと僕は思ってるんですけど、八幡太郎義経さんの場合はですね、それとはちょっと違うのかなと。これは武家あるいは武士、その武士道というものの怖さ、やっぱり武士道というのは美しい花と要するに言いますけれども、そうじゃない部分、怖い部分もある。やっぱりその人を殺したり、それと国を取ったりというような恐ろしいことをやりますもんですから、その恐ろしい部分、つまり義経さんはその超人としての可能性、日本人の可能性って言いましたけれども、義経さんという人のいわゆる伝説あるいは神話というものはですね、少しそれとは違って怖いと、恐ろしいと、で武家に逆らうとこうなるというようなことをですね、一つの教訓化しているような部分が僕はあるんじゃないかなと思ってます。そしてですね、この後白河法皇がですねまとめられたという良人師匠っていう今世をまとめたものがありますけれども、その中にこの流行り歌ですよね、今の清平さんでも流行り歌が遊びをせんとやまれけんっていう、その流行り歌を大河ドラマの中で歌ってますけれども、わしの住む御山には鍋ての鳥は住むものか、同じき源氏と申せども八幡太郎は恐ろしいよと、八幡太郎怖いよというその歌ですね。これがその後白河法皇がですねまとめた今世に載ってるということです。つまりその義家というのは怖いぞと、もっと言うと現状を殺したら怖いぞというような、その脅迫にも取れると思いますけれども、この後の例えば頼朝さんが鎌倉幕府を起こすとなるときには、その権威づけとしてはまさに義経伝説じゃなくて義家伝説の方が非常に有益だったのではないかと。つまり怖いという、武士の一番怖い面ですね、理想の要するにいわゆる美しい武者じゃなくて怖い武者と両面ありますからね。ですからそこの部分で八幡太郎伝説あるいは八幡太郎神話というものは培われて、こういう絵言葉という形にまとめられたのかなと思ってます。随分脚色がありますからね。
それでこれが面白いんですけどもね、実はその御三年合戦を後白河法が描かせたという説が最近富に有力になってます。面白いこの人物で、日本一の大天狗と頼朝が称したその後白河法ですけれどもね、やっぱりユニークな人ですよね。それで政治家です。ですからその源氏と平家を競わせる、もう一つ平泉を競わせる、僕はこれは一つの中国のあれと一緒で、義諸国の三国のこううまく対立構造が日本でも後白河法皇の政治手腕によって作られていた可能性があると。本当はもう少し今回の大河ドラマにもですね、平泉との関係、平泉とその後白河法皇がうまく手綱を、政治家としてですね、うまく手綱を取って源氏と平家、それと奥州というこの3つのですね、三党をうまく、この3つの武者をですね、バランスを取りながら、その上に後白河法自分が立っていたというようなことをぜひ描いていただければなというふうに思っておりますが、それはちょっと誤談ですけどもね。で、実はその中原泰富の日記に泰富記っていうのがあります。これは西暦1417年から1455年の間、もういわゆるこれは劇という役人なんですね。いわゆる歴史とかそういうものを表記するような役人さんですけれども、その時の1444年の上にですね、御三年合戦の絵巻を見たという記述があって、その内容も記述しているものですから、それと合わせて研究すると、いわゆる御三年記がですね、もう少し豊かなものとして、さっきはそのこれまでの研究の中ではちょっと歴史的評価としては若干その陸奥脇と比べると低いというような評価でしたけれども、実はそうじゃないというようなことがあるかもしれないと。それにつれてですね、同時に木津記っていう、これも奥家さんの日記がありましてね、これは随分その前で、西暦1173年、西暦1188年ですから、まさに奥州が滅びる直前まで、1189年に9月に平泉は滅ぼされてますんでね、だからまあ直前まで書かれた中にですね、1174年の上にですね、後白河法皇が作らせた全四巻の絵巻があったっていうのが表記があるんですね。ということはその前後から考えますと、もしかすると後白河法皇がそのいわゆる奥州の成り立ちとしての陸奥脇に続くそういう絵巻をですね、遷した可能性があるということがあるのじゃないかというふうに思っています。で、実は今伝わってあるいわゆるそのよりもずっと後に編纂されたと思われるのは全6巻ですけれども、これは全4巻ですから、そのあたり今後研究が進むとなると、さらにその御三年合戦絵言葉から抽出した御三年記っていう、奥州御三年記っていうものはもっと研究する余地があるのじゃないかと。そしてその中の内容なんかも吟味される可能性がありますので、ぜひお帰りになってですね、現代学したものをお読みいただければと思っております。さて、その大雑把にですね、中尊寺空王願文を清平さんが書くまでの平泉早々の流れですねをちょっと大雑把に頭に入れておきたいと思います。前九年合戦と言われる合戦、これは我が安倍氏一族が滅ぼされた合戦ですけれども、西暦1051年から西暦1062年まで、まあざっと11年間行われた合戦ですね。それで
次にその赤で表記しておりますけれども、ここの部分でこれはですね、これまで研究があまり進む、これも進んでなかった延久2年の合戦というのがありましてね、これが今研究者の間で話題になっているところです。これは何かと言いますとね、この実はこの清原実平さんのこのことを書いた表記があるんですけどもね、これちょっと読んでみますと、以前には安倍氏の定藤宗藤が先祖に受け継いだ奥六軍の主人であったが、実平の一世は父祖の代にも増して高まっていて、奥州では国内にはもはや肩を並べる者はいなくなった。実平は礼儀正しく間違った行いをせず、院の命令を重く受け止めて朝廷の意向を高めた。これによって奥羽国内は穏やかで戦も収まっていたという表記が御三年記の冒頭の部分にあるんですけれども、実はですね、ここに当てはまるのはこの延久2年国王合戦なんですね。これ何があったかと言いますとね、蝦夷が反乱を起こしたということで、青森、それとあとは海峡を渡ってですね、あの辺りの一族を平定したと。平定するっていうのはちょっとね、おかしいですけれども、やっぱりそういう人たちを何かやっぱり不満があり反乱を起こしたものを平定したということで、これが延久2年の北欧合戦ということで、これと言いますと蝦夷川分島っていうのは今のそうですね、海峡を渡って函館に近いあたりでしょうか、そこに住んでいた人たちを平らげたということですね。で、蝦夷っていう言葉じゃなくて荒恵比寿ってありますけれども、やっぱりそういう形で蝦夷から恵比寿、荒恵比寿というような言葉に変化したり、あるいは蝦夷という言葉ですねが変化して、日本、特に東北全体がいわゆる京都政権って言いますか、その管轄の中にどんどん入っていくような流れがこの延久2年国王合戦によって行われたということで、北緯40度の境界線というものは暗黙の了解として、それまでの国境線だったと思いますけど、それがさらに北に伸びたということを意味するのではないかというふうに思います。その貢献によって清原さんは鎮守府将軍に任命され、やっぱりその一族の中でもですね、ますます権威がついたというようなことを、この御三年記の冒頭部分は意味しているんじゃないかというふうに考えられます。で、小さくて見にくいんですが、前にも申しましたけれども、清原政権と言いますのはですね、単に清原だけじゃなくて安倍氏と清原さんの財産が合体した、つまり東北連合ですね、これは。ですからまさに豊かなところです。それでその中で清原さんは清原氏として育っていきますけれども、そういういわゆる欧州連合ですね、安倍氏は滅んだけれども安倍氏を流れを組む清原さんのお母さんは健在ですし、そしてなおですね、僕がそこで注目するのはですね、そのリーダーである実平さんがですね、どうやらその自分の本拠地をですね、仙北、つまり秋田の方からやっぱりその豊かなんでしょうね、奥六郡に移したということがあると思います。この移した理由というのは、僕は大きく分ければ2つぐらいあるのかなと。やはり金が豊富に取れるのはこっちだと。
貿易でも何でもやっぱり金が一番中心だと思いますね、東北の産物としては。そうすると砂金が一番やっぱ取れるところに本拠を置く、そしてやるというふうなことが僕はすごく大きいんじゃないかなと思って、あともう一つはね、やっぱり雪じゃないかと思ってるんですよ。つまりね、日本海側と太平洋側では雪が全然違います。出羽の方の出身の方いたら分かると思うんですけど、ドカ雪ですよね、あっちは。鎌倉なんて岩手や宮城じゃ簡単に作れないんですけど、向こうはもう平気で作れる。やっぱり雪がすごいんですよね。だからこのいわゆる気候の差というものも、この仙北から奥六に移した何か根拠があるのかなというふうに僕は勝手に思ってます。でこれは北欧合戦の図ですけれども ね、江戸ヶ島っていうのは北海道の一番端っこの方にありますよね。それとご存知の方多いと思うんですけど、明治の頃まで、アイヌさん、コタンの部落がやっぱあったそうですね、青森には。ですから、そういう人たちが多くどんどん押し込まれて、本州の突端の方に住んでたということがあったんだと思いますね。で、これはちょっと奥羽の概念図ですけども、ちょっとアップするとこうなりますね。それで注目すべきは、まず今回その御三年期で中止になります金沢の策、それと沼の策の位置関係をちょっと覚えておいてください。それと伊沢のそばには豊田の策がありますからね。だからこれも頭に入れる。そうするとやはり奥羽山脈、栗駒の方から平岡山っていうのもありますけど、これも非常に重要な山なんですけども、あの辺りから栗駒山を越えて御勝郡、ね、あの辺りやっぱりが中心のところで、そのちょっと上のところですね、横手ですからね。で沼の柵、それと金沢の柵で、今日もちょっとある人とお話した時に軸線の話になりましてね。でこの前ちょっと八幡神社行きましたよね。その時にあそこで栗山の策が否定として非常に重要だと。それでその理由は八幡様があるということなんですけどね、実は金沢の策にもね、その金沢八幡神社っていうものはそのお城の中に、金沢の策の中にあります。でそこでやっぱり滅ぼされたという証明で、それと同時にやっぱり怨霊をそこに沈めるという意味が、神社を起こす建てるという意味はありますのでね、それが金沢の柵に中にあるということはですね、この栗山の柵の否定として、この八幡神社です、ね、が僕は最有力という理由はそこにもあると思います。だから神社をそこに置く、しかも栗山がね、咲くそのままの八幡神社ですから、そういうものが置くということはかなり僕は有力じゃないかなというふうに思っております。それで佐平さんがやっぱり弱かった理由はですね、子供はできなかったんですね。なもんですから、海道小太郎という、これは福島とか平、あの辺りだと思うんですけど、有力ですね。それで平氏から成平さんという養子を迎えるんですね。この海道小太郎、海道氏っていうのは非常に重要です。例えば、その後もここに白水阿弥陀堂ですかっていうのがありますけれども、これはやっぱり清平さんの娘さんがそこに街道士に嫁いでるっていうことがあります。
つまりここは非常に重要な要衝地でもあり、で欧州とのつながりが深いと。そしてですね、頼朝さんが、頼朝さんって頼朝ですね、頼朝が欧州に攻めてきた時に、どうやらその海道士をですね、懐柔して海道士を味方につけた政治家ですから、そういうことをやりますよね。 それが吾妻山の合戦でですね、欧州があれほど簡単にやられた理由は、このやはり海道士を味方に引き入れて、抜け道から、それから要塞、あそこに国見てる吾妻山っていうのは非常にものすごい要塞です。今言ってもものすごい山ですけども、そこにマブファンガーから水を引き入れたり空堀を作ったりして、僕はそこに作ったの中心はやはり佐藤氏ですけれども、それと同時に義経さんの影を見るんですね。ですからあそこもし義経さんがいたら容易には突破できないし、やられてる可能性があるというふうには僕は勝手に思ってますけれども、それほどすごい要塞なんですけども、簡単に破られた。破られた理由はやはり海道小太郎のふるさとであるあの周辺の海道士を懐柔したということがあったんじゃないかな。ちょっと余談になりますけれども、そういうことでその海道士から養子を迎えたと。同時に今度はそのじゃあ嫁さんをどうしようって時にはですね、日立の国に竹の権の神宗元ですかねという武者がいるんですけど、これは実はその陸奥脇の時に頼義さんが、その陸奥脇にも中にもありますけれども、宗元さんの娘を子供を産ませるんですね。その子が成長して、それを養子であるところの成平さんの奥さんにしようと実平さんはしたと。ちょっと、分かりづらいですけども、いわゆる権威づけですよね。政略結婚ですからね、昔は。そして家と家が結ぶことによって政治的にも安定し、権威づけもするというようなことをこの当時はどんどん当たり前のようにやってましたから、これが非常にそういうことが清平さんの時にも行われたということで、やっぱり内部の不満が非常に高まったんじゃないかなというふうには思ってます。これはさっきのところです。で、発端をちょっと見ますとね、これちょっと絵を見てください。これ囲碁しているところですね。これ清平、実平さん。で、この僧侶がいますけれども、この僧侶は奈良の僧侶だって言うんですよ。で、この奈良の僧侶が政治的ブレーンとして来たということは非常に意味があって、どうやらこの奈良の僧侶っていうのは薬師寺の構想だそうなんですけども、来てたと。で、私たちは僧侶というとですね、何か気高くて虫も殺さないような人ということを思ってますけども、僧侶にも学僧という人と、あとはやっぱりね、僧兵になるような悪僧と言われるような人たちもいますし、聖という人たちもいます。一切合切を旅でね、橋を作ったり道路工事をしたりするような聖という人たちもいますから、一概に僧侶という一組にできないんですけども、この当時僧侶というのは絶大な権力を持っています。で、さっき清盛さんがなぜね、厳島神社を非常に崇敬し、奈良や京都のいわゆる延暦寺とかですね、三井寺とかそういうところを毛嫌いしたかというと、彼らは暴力的なんですよ。人の権威なんです。みこしを振ってですね、朝廷まで脅すんですから。で、これは一つの権威なんですね。これ検問という考え方があるんですけども、
私たちは坊さんというと非常におとなしくて平和的な人ばっかり思いますけども、この当時は違うんです。はっきりと暴力集団でもあるんです。だからこれ京都行って鞍馬寺行くと分かりますけど、あ、これは城だねと太刀だねというふうにすぐ分かると思うんですけど、やっぱりそういうふうにしてるんですね。それとあと延暦寺と三井寺なんか戦争まで、ほとんど戦争ですね、起こして何百人と殺し合ったりしてるわけですから、そこに義家さんなんか介入したりするわけですね。で、清平さんがなぜ厳島神社というものを通敬し、そして福原に都を移そうとしたかという理由はそこにもあるんです。つまり奈良や京都から遠いということ、新しい時代を作るにはやっぱり新しい教え、宗教というものも必要だったということでですね、やはりそういうこともあると。で、これはこのいわゆる清平さんが、実平さんがですね、この奈良の構想と話をするっていうことはそういうことを意味するし、文化を東北に持ってくるという話もあってこういうことになるのかもしれませんけどもね。で、これが卑弥呼の秀武さんです。ここにこう捧げているのはこれ砂金だと言われています。で、これははっきり言って陸奥脇でも活躍した人で、第三兵団ですね、第三兵団を率いて我が佐田藤軍を破った武士です。それがいつの間にかですね、家来のようになってですね、早くどうぞ受け取ってくださいってこの結婚祝いに持ってきた砂金をですね、いつまでたっても受け取らないんでですね、頭にきて何をやってんだということで帰るところです。これが戦争の発端ですよね。つまり実平さんがそのいわゆる一族もですね、家来のようにこうやって扱って、おじさんもですねこのようにしてしまうということで不満が高まったということですよね。それでいよいよこの清平さんが歴史に登場するんですけども、清平さんの影は極めて薄いです。なぜ薄いかというと、やっぱりそこには僕は清平さんの僕は戦略があるというふうに思ってます。やっぱり清平さんっていうのは、僕はあまり家康は好きじゃないんですけども、家康にも匹敵するようなですね、やはり苦難の子供時代、それから青年期を送っているであるがゆえに、政治家としてはすごい力を発揮した人というふうに思っています。で、この中でちょっと長いんですけども、短いのでちょっと読んでみますけどね。陸奥の国に清平、家平という兄弟がいると。家平は渡りの権大夫、常清の息子である。その常清と佐田藤が揃って討たれた後、竹則の子太郎竹貞が清平の妻を呼んで家平を産ませたものであるとすれば、清平と家平は血の違う兄弟であると。出竹はこの二人のところに使者を送ってこのように告げた。実平にこのように家来のようにしていることに不満はないのか、思いがけないようなことが起きて、実平軍は勢いに任せて私の下に元に攻め込んで、来ている。その後に至って計りごとを言って実平の妻子を奪い、その家を焼き払っておくれないか。そうしてこそようやく実平の勢いは傾くであろう。その隙をつくことは今まさに天が与えた時というものである。これはいわゆる誘惑したわけですね。卑弥呼の秀武がですね、つまり自分の怒りをうまくその内部構想のところでですね、誘惑をしてですね、自分の陣に引き入れて内紛を起こさせようとしたわけです。で、どういうわけか清平さんはこれに乗ったんです。で、やっぱりそのさっきも申しましたけど、御三年合戦の背景というものはですね、あまりにも
実平さんに権力が集中した、富も集中したっていうことがあって、あの不満が要するに爆発したんですね。やっぱり今でもね、日本でもその富が一部に偏ってしまうと、みんな不満を持っていろんなことを言いますけれども、同じようなことがやはりこの時の欧州でも起こったということじゃないでしょうか。さて、私が一番興味あるのはですね、この実平さんの館をですね、清平さんと家平さんが攻め込んだんですけれども、その攻め込んだ距離感が面白いんですね。それで、その実平さんの館っていうのはどうやらですね、白鳥立ちっていうのがありますけれども、これは前沢なんですよ。で、あそこで非常に平泉とも近いんですけども、そこでその白鳥村っていうのがあって、そこの村を4辺部ですから400個の村があるってことは相当な集落ですよね。そこを焼き払って、いわゆる その中心の本拠であるその白鳥村の家屋を400個焼き払ったっていうことがありますから、これはすごいことだと思って、これが焼き払うシーンですけどね、こういう感じでその清平さんと家平兄弟はですね、白鳥村を攻めると。で、あそこに白鳥たちっていうのがありますけども、もしかするとあそこの周辺に実平さんの城があったんじゃないかなというふうに思っています。ちょっとこれ分かりにくいですけどね、ここが豊田の柵、豊田の柵っていうのは家平、実平さんがいた、それでここに白鳥がありますから距離として本当に近いですよね。平泉に行く手前ですから、ですからこの辺りで草があって、それでその実平さんはその時にはこっちに攻めて行ってるわけですから、この隙をこの豊田の柵から突いたっていうことですね。もうちょっとこうしますとね、ここに白鳥村があるとすると、白鳥立ち、まあここかどうかわかんないですけど、前沢の周辺だと思います。で、衣川からこの一帯っていうのは非常に平野が豊かで、ここは北上川の氾濫源ですから、やっぱ穀物、作物が豊かに取れるところだと思うんです。で、やはりそのこの辺りで本拠にするっていうことはですね、治水をできるっていう、そういう集団を抱えてるっていうことですから、治水をやるような専門家も当然抱えていると。そうすることによってこの平穏が保たれますから、まあ後に平泉に入って中尊寺を作り、清平さんがこの周辺も一体自分の本拠とするわけですけれども、やはり治水っていうことがすごく大事なんですね。で、ここはそういう形で清原氏の時にも本拠になり、そして清平さんが後に天下を平泉に都を移す時にもやはり中心になるところですから、非常に重要な地点で、私たちはこの周辺が世界遺産になったということを誇りにすべきだというふうに思っています。ですから今後もっとこの距離感ですね、豊田の柵、伊沢城、そしてこの周辺の歴史がもっと解明されてですね、土地平泉、それからその以前のですね、このいわゆる実平さんがどこに住んでたとかっていうのも分かると、非常に歴史が面白くなるんじゃないかなというふうには思っております。あとさっきちょっとやっぱ寒さ、それから雪っていうことを申しましたけどもね、これ一つの、まあ、根拠としてね、義家軍がですね、もう寒さでやられそうになって、これは陸奥湾でもね、義
義家とそのお父さんの頼義がですね、あの雪の中でもう逃げ惑ってですね、本当に死にそうになるんですけども、やっぱりその義家でも同じように雪に埋もれて死ぬんじゃないかというようなことをですね、兵士たちがもう感じるんですね。で、僕はですね、当時はもっと寒かったので、やはり雪とか寒さっていうのは強烈だったんだと。戦争するにもですね、雪はもう冬の時期はもう避けないとですね、思わぬことでもうやっぱり一帯が滅んだり、それから戦争の帰すをですね、あの左右するような寒さがやっぱり奥州と比べるとですね、奥六郡と比べるとやはり仙北秋田の方ではあったんじゃないかなというふうに思って、さっきも申しましたけども、これも一つ清原氏が王に、清原氏が奥州にですね、本拠地を構えたという理由はここにもあるのかなというふうに思ってます。さて、ちょっとどんどん進むんですけどもね、今度はその義家さんの残忍さにどんどん入っていくんですけどね、それとその武井田のさんが、まあ、介入してくると。武井田さんというのはおじさんですよね。為平さんのおじさんが介入してくると、家平が、あ、この時にはもう実平は亡くなってるんですね。で、これはその御三年期にはありません、欠落してるんです。それからあとそこで義家さんが介入し、そしてそこに家平さんとですね、それと清平さんがやられそうなんですけどね、そこで降参するんです。で、そのシーンもね、この御三人記にはないんです。これも欠落してます。ですから読むと非常に急にですね、実平は亡くなって、義家が介入してですね、それで沼の柵、金沢の柵で戦争のシーンが出てくるんですけども、非常に唐突です。この辺りが御三年記がどうもちょっと物語性としてはちょっと欠けてるんじゃないかなと思われるゆえなんですけども、とにかく実平さんは病死すると。で、歴史家としてはどうもそこの病死するっていうのもおかしいから、そこには義家の陰謀かなんかもあるんじゃないのっていう人もいますけれども、そこは分かりません。人間は意外と簡単に死ぬ時もあれば、なかなか死なない時もあるので、どういう経緯があったかは歴史の謎で、今後解明されるかどうかはちょっと難しいかなと思います。ただで、戦争は拡大しですね、家平さんは戦争に飲み込みで、そこで清平さんは義家さんの方に降参してですね、強靭の意を示すんです。強靭の意を示す。そして奥六郡を北と南に分けて、南を清平さんに分け与え、北を家平さんに分け与えるということがあって、その家平さんは20歳過ぎの若者ですからね、やはり若いで、一方清平さんは28区だと思いますけれども、やはり少し苦労もしてるし、年も取っている、いろんなことを新さんなめてますから、強靭の意を示す。そうすると家平は生きり立ってですね、なんでいわゆるね、連れ子の兄貴の方に豊かな南の方を与えるんだという不満が募ってですね、やはり逆らう。そうすることによって義家が義家の陰謀とも言われますけれどもね、それで家平を撃退するということになるということがあって、その武平というそのいわゆる陸奥脇でも現れた武者がですね、その家平と一緒になってですね、このいわゆる義家という軍に逆らうと。義家軍というのはやはり国の軍隊を率いる人ですからね、それに逆らうということがあるんですけども、そこの武平さんの家臣の
銭湯っていう人が大演説を持つんです。これは非常に痛快です。東北人としても痛快ですし、これちょっと大演説の内容はですね、南寺の父義家がどうしても安倍貞と宗と打ち果たすことができずに、明部っていうのはですね、これ名簿と書きますけども、明部っていうのは目下の者が目上の者に自分の狂人を示して服毒するときに渡す文言らしいんですけども、要するに明部を持ってこう清原武則将軍と打ち合わせをして、はっきり言えばその力によってたまたま貞と打ち破ることができたのだと、恩を受け徳を授かっているはずで、それをいずれの時にか報いるべきじゃない。ところが南寺はすでに総伝の家人として、いわゆる家来ですよね、総伝の家人として感謝に絶えない大恩のある主君清原のリーダーということですから、ね、大恩の主君を責め立てているんだと。この不忠不義の罪についておそらく天道の責めを被るに違いあるまいというふうなことを、この太刀の上からですね、大演説をぶつわけですね。これは非常に痛快なんですけども、これが悲劇を後に生みます。で、義家はその頭から血が上ってですね、こいつを生け取ったらもう死んでもいいっていうぐらいのことを吐くんですね。怒るわけです。それで戦争が終わった時にこういう光景になりました。これは義家の残忍性の極端な例ですね。これ下にあるのが竹則の首です。で、上にあるのがさっき大演説をした銭湯ですね。で、生け捕りにされて舌を抜かれるんですね。舌を抜かれて、で、まだ生きてますから吊り下げられて、腕を逆に捉えて吊り下げられて、で、力を尽きるとその自分の殿様の頭を踏んでしまうんですけども、最後の力を振り絞って戦闘は耐えると。だけどどんどん力が失って自分の殿を踏んでしまうというような光景です。最悪の残虐性を示したところですけども、義家は捨てやったりというような感じですね。これは宗藤さん、家平、竹平軍の主だった将の48人の首が横、ちょっと横にもあるんですけども、ざっとこう吊り下げられて、義家の前に並べられるんですね。ところがね、やっぱりうまくいかないものなんですよ。やっぱ悪の賭けに尽くしたっていうか、ここまでやるとね、義家がね、挫折をするっていうことが起こるんです。義家の挫折は何かというと、陸奥脇でのその戦勝のようにね、義家もこのいわゆる奥州の平乱を平らげたんだから、褒美を欲しいということで報告書を朝廷に書くんですけどね、それがどうも取り下げられるということが起こります。取り下げられる、要するにこれは私闘に介入しただけだと、奥羽の清平一族の内部での私闘に介入したに過ぎないということで、官位や褒美は一切出ないということで京に帰るんですけども、これ京に帰るシーンですけどね、何気ないようなシーンですけど、これが義家ですね。で、ここで注目してください。ここに首が2つあります。家平と竹平、これも義家の残忍さなんですけども、拡大するとこういうふうに、
武井さんの方で、これが若いあの家平さんの方です。ここで大事なことは、戦争ってものはいかにむごいかだと僕は思ってます。で、清平さんがなぜ中尊寺供養願文を書いたかっていう理由はここにあるんだと思っています。清平さんは自分の妻や子供、それから兄弟、あらゆるそういうむごいシーンを見てきてます。自分のお父さんは義家のお父さんの頼義によってですね、首をすぐそこでのこびりにされてるわけですね。これ7、8歳でそれを経験してるわけです。さらに自分の子供や奥さんまで、自分の弟に殺されてるわけですね。これはそれが戦争というものですよね。だからそういうことを絶対起こしちゃならないっていう強い思いを、このいわゆる2つの戦争の中で経験したと思うんですね。あるいはさっき言った延久2年の、あの40度、北緯40度を超えていた戦争にも清平さんは参加しているだろうから、間違いなくそこでも殺戮をしていると思います。そういう面では戦争っていうものの怖さを一番知っている人が清平という人なんですね。それで耐えて耐えて耐え忍んで、義家といういわゆる恐怖の魔王のような怪物には強靭の意を示して、実はね、金沢の柵に八幡神社があるって言いましたけれども、あの八幡神社は義家が清平さんに建設させたそうです。金沢の柵行かれたことある方もおると思うんですが、あそこの八幡神社は清平さんが建てたというふうに言われています。ですからそういう面でね、清平さんは単に漁夫の利を持って平泉を自分はその積むことになったっていう、いわゆる本当にそういう気持ちなんですね。つまり自分が強いから力で奪い取ったっていうものじゃなくてですね、本当に強いからですね、本当に弱いからですね、私はここの長に偶然なったんだっていうふうなことを、中尊寺供養願文の中でも書いてますけども、これは後にお話ししますけれども、そういうことがあってこの中尊寺供養願文が書かれる。そして、前9年の役、それと延久2年の合戦、それと後3年合戦というものは、清平さんに強烈な戦争体験をもたらしたということが言えるのではないかというふうに思っております。これでですね、前半の部とりあえず終了させていただいて、休憩15分間の休憩とさせていただきますので、どうぞちょっと。